それこそ山内雄太郎さん、試合の時のレフェリーがあの和田さんだったんですよ。でその子をバーって試合やってマジな話ですよ、僕試合してるんですか。で僕最初にダウン取ってよしもうこれ勝ったなと思って防衛戦だったんで勝ちに徹したんですよ。結構山内さんがもうガンガン攻めてきてパンチポコンポコンともらったりとかして、普通に逃げてるだけじゃダメだってバーッ攻めたりしてたんですよ。バーッともらってる時にパッと見た時にあの山内さんスキンヘッドじゃないですか、うん、和田さんスキンヘッドじゃないですか俺一瞬間違えたんですよもうなんかあれ、あこっちか、本当のネタのような